栃木駅は栃木県栃木市沼田町にある東日本旅客鉄道東武鉄道の駅である栃木市中部の渦間川西岸に位置する駅で日光霊平市街道の旧宿場町で小江戸と呼ばれる栃木市の代表駅である JR 東日本の両毛線と東武鉄道の日光線が乗り入れ接続駅となっている東武日光線については普通列車のほとんどが 隣の新栃木駅から分岐する宇都宮線と一体化された運転系統が組まれ、東武日光方面への普通列車は、その新栃木駅での折り返しがほとんどである。そのため、当駅から直接、東武日光方面へ直接往来する列車は、特急、急行、区間急行が中心となっている。また、駅番号として TN11 が付与されている。旧駅車は、 鉄道高架化のため撤去されたが、民間事業者が部材を引き取り、2004年に開業した、栃木市の中町の自動車博物館、魔法人スーパーカーミュージアムのエントランスとして、再利用している。島式ホーム1面2線を有する列車交換可能な、高架駅。地上駅時代は2面3線の形態であった。足利駅管理で、JR 東日本ステーションサービスが受託する。 業務委託駅。委託化直前まで管理駅で太平した駅、重い川駅を管理していた。追加対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。乗り場単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を有する高架駅。パスも対応自動改札機設置駅。かつては JR 東日本に駅業務を委託していたが、高架化完成後は、 自社で業務を行っている。地上駅時代は、島式ホーム一面二線の形態であった。東武栃木駅管区として、日光線栗橋駅から新栃木駅間及び、宇都宮線全駅を統括管理する。乗り場近年の1日平均乗降乗車人員の推移は以下の通りである。駅前からは、倉の町大通りで、 1> 約1キロメートルほど北に離れた市街地へと繋がっている。大通り沿道は景観整備が完了し、土曜日、休日には倉野町見物に多くの観光客が沿道を歩く様子が見られる。また、市街地への道路沿いには多数の大手予備校から小規模塾などを数多くの予備校、学習塾が立地する。旧駅舎時代は、狭いな駅前広場であったが、 駅周辺の区画整理事業と並行して、新駅舎完成後に、駅前広場整備が進んだ。2000年の東武栃木駅、2003年の JR 栃木駅の高架化に伴い、シビックコア重点整備地区として、再開発、区画整理事業が行われ、これまでに、国学院大学栃木学園教育センターや、栃木県立学友館高等学校、 高層マンションなどが複数建設されたほか、栃木地方合同庁舎やシビックセンターの建設が予定されている。広場には彫刻家、前田哲明の工事が駅前モニュメントとして設置されている。伊藤洋華堂撤退など、区画整理事業後も空き地となっているところが随所に目立っていたが、マンション建設や銀行支店、飲食店等の進出などにより、 2005年12月中旬の時点では、高架沿い以外では空地は少なくなっている。また、入船町にあった栃木市役所は、2014年2月に満潮に、かつてあった福田屋百貨店栃木店の建物を改装して、移設した。新市役所には、1階に、東部宇都宮百貨店栃木店も、同年3月に開業している。南口は1984年に、 栃木県立栃木南高等学校の通学口として設置された。北口からの続きの市街地となっている。夜行高速バス JR 東日本東部鉄道。ありがとうございます。